一番大きいなって思うのはサンロッカーズ渋谷のユースになってるっていうところ、ちゃんとトップチーム同様サンロッカーズ渋谷っていうところを常に選手たちもそうだし、我々コーチたちスタッフ陣もそうだし、サンロッカーズのチームっていうところにちゃんと入ってるっていうのが大きな強みなのかなって思います。サンロッカーズの良さはやっぱしっかり文化っていうものがあって、まあ、やりたいことをしっかりできるチームだと思っているので、みんなで頑張れるっていうところが、まあ、いいチームだと思います。ユースもトップチームと同じことを大切にしてて、やっぱ試合の中でも同じプロと同じところで盛り上がったり、同じところで鼓舞し合ったり楽しめるっていうのがサンロッカーズいいな。トップチームと変わらずディフェンスを大切にしていて、いいチームだと思いました。他のチームと違って泥臭いプレーなどにもしっかり力を入れている印象があります。派手なプレーの方が盛り上がるとは思うんですけど、泥臭くやっぱチームに貢献できる魅力だと思うし、応援されるチームも目標としているので、そのためにみんなのそのディフェンスハッスルだったり、そのみんなにとっては、なんていうの、小さいことかもしれないんですけど、小さいことに対して戦っていけるところが魅力だと。人気感とかでいうと、まあ一番は盛り上がるとこがとてもやっていて楽しいなと思います。今アンダー15にいる中で、どんどん高みを目指してチャレンジしていけたらいいなと思います。